Good afternoon, folks. Once again, I am the Master of Ceremonies, the King of Kings, Daimundo. We're doing a quick run of Atelier Ryza this afternoon. Probably be around 1 hour to an hour and a half, give or take. Without further ado, let's start it off. Here we go. ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。何作っちゃおうかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。どれがいいかな。さあ、何を入れよう。うわ、どれにしようかな。これでいいかな。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。
し、あった。やあ。よし、あった。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。次はどうしようかな。いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、どれにしようかな。これでどうだ。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れようか。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。これでどうだ。うまくいくかな。やった、できた。なんか上達してきた気がする。どこにしよう。さあ、何を入れよう。何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。これでいいかな。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、どれにしようかな。これでいいかな。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。
し、あった。休んじゃおう。何作っちゃおうかな。どこに入れよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。うわ、どれがいいかな。これでどうだ。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どこに入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。何をしようか。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じか。何を入れるのがいいかな。Thank you.
にしようか。これでどうだ。うまくいくかな。じゃーん。こんな感じかな。何作っちゃ、どこに入れよう。さて、早速魔物を蹴散らしてみようか。どうせなら今度は街道の方に足を伸ばしてみたいぜ。どんな感じなのか見てみたいしな。街道か、私もどんな感じになってるのか見てみたいかも。ここまで来といて言うのもなんだけど、本当に行くの？そうさ、戦いになれるための特訓だからな。大丈夫だって、街道にそんなヤバいやつはいねえよ。危険そうだったら帰ればいいじゃない。まずは行ってみようよ。どこまで続いてるんだろうな、この道。結構貴重品だよね。作るの大変そうだもん。そうだ、たくさん見つけられれば大儲け。くっそ、絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。ライザー、助けてくれ。やあ、はい、これ僕、薬草の知識なら少しはあるんだよ。知ってるよね。やあ、よし、あった。宝石っていろいろあるな。見た目も似てるし、あった。少しずつ覚えていかなきゃ。
よ。よし、あった。煮込んだら美味しいかも。やっちゃおうかな。取れたよ。食べられる魚しか見たことなかったけど、いろんな形のがいるんだな。島にはあまり鉱石ってないよね。全くないわけじゃないけどさ。よし、あった。取れたよ。やっぱり見たことない魔物もいるじゃねえか。腕試しだ。あいつらに挑んでみようぜ。本当に？ああ、特訓だから一回や二回じゃダメだ。何度も戦って勘をつかまないとな。それまで俺に付き合ってくれよ。さあ、行くぜ。のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。やあ、大事に使わせてもらおう。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとだ。あ、もっと頑張らないとね。やあ、こんな植物でいいのかな。臭いな、もう。必要なら集めるけど。よいしょ。よいしょ。そのままで使っても薬になりそうだけど、ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。やあ。草なら俺でも集められそうだな。
早っ。今だ。そこ。早っ。それそれ。今だ。頼んだ。今だ。せえな。せっ。ライダー、隙を作って。もう終わりかよ。やあ、これが薬の材料ってわけだ。この辺は詳しくなっておいた方が良さそうだな。取れたよ。植物はたくさんあって困ることはないよね。強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとと、あ、もっと頑張らないとね。そろそろどうだろう。なんか戦いに慣れてきた気はするが。怖くはなくなってきたかな。僕もなんとか。よし、実戦はこれくらいでいいだろう。そろそろ戻るか。やっと帰れる。それにしても何やってんだろう僕たち。ほんと俺らって悪ガキだよな。こんなことしてるなんてバレたら大目玉だぜ。私もバレたらめちゃくちゃ怒られるだろうな。バレない。リラさんの言いつけをさ、
一つ一つ頭の中で確認してんだよ。帰った後にまで熱心だな。それって戦い方とかそういうやつ？ああ、リラさんは戦士の心得って言ってたな。リラさんってどういう人なんだろうね。あんまり見たことない格好してるけど。アンペルさんとずっと一緒に旅をしてるって聞いたよ。興味ないな。リラさんは俺に必要なことを知ってる。だから教わる。俺にとって大事なのはそれだけさ。ありきってるな。レントも早くリラさんくらい頼もしい戦士になってよね。私の採取も楽になるし。お前を手伝うために腕を磨いてんじゃねえよ。ライザ、お前またどこほっつき歩いてたの。うわ、めっちゃ怒ってる。いい加減にしないと屋根裏の扉に鍵かけるわよ。ちょっと待って、それは困る。絶対にダメ。ダメじゃないわよ。いつの間にか屋根裏は改造してるわ。いくら言っても手伝いはしないわ。いい加減によし。屋根裏に鍵かけられたくなかったら、今からでもお父さんの収穫を手伝ってきなさい。もう、わかったよ。収穫って、空間フルーツでしょ？草刈り釜ってどこにあったっけ？知らないよ。釜くらい自分で探せるでしょ？そんな、いっそ錬金術でパパッと作れないかな。探すよりアンペルさんに聞いた方が早いよね。錬金術で草刈り釜って作れないの？草刈り釜？そんなもの何に使うんだ？実はうちって農家なんだけど、その手伝いで必要になっちゃって。だったら店で、いや、ちょうどいい。この際だからお前さんに新しい錬金術のコツを教えてやろう。錬金術のコツ？ああ、まだ一からレシピを考えるのは難しいだろうが、今あるレシピを改良するくらいはできるだろう。レシピを改良？前に教えてもらったレシピを強くするの？いや、そうではない。錬金術の改良とは全く異なる道具を生み出すことだ。それこそが錬金術のレシピ変化だ。
草刈り釜はこの本に書いてあるインゴットに大きな骨を加えることで作れるようになる。大きな骨も動物型の魔物でも倒せば手に入るだろう。なるほど、レシピ変化か。ありがとうアンペルさん、早速試してみるね。どこにしよう、何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。新しいものができちゃいそう。どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。できた、バッチリ。なんか上達してきた気がする。草刈り釜が完成。アンペルさんから教わったレシピ変化もうまくできたし、もしかして私って才能あるんじゃ。それにこれがあれば手伝いだけじゃなくて、もっといろんなものが取れるようになるはず。私の錬金術の幅もぐっと広がって、すごいことができるようになるかも。
こんな感じでいいかな。ライザ、ご苦労さん。余った分は持って帰っていいよ。しかしライザが手伝いに来るなんて珍しいな。いつもは行っても来ないだろ。だって手伝わなかったら屋根裏に入れなくなるし。ん？なんだって？なんでもない。そうか。遅くなる前に家には帰りなさい。母さんも心配するからな。余ったこれどうしよう。錬金術の材料にもなるかな。ここがお前さんの実家の畑か。あ、無事に草刈り窯は作れたようだな。アンペルさん、もしかして心配して来てくれたの？たまたまこの農場に用があっただけだ。そこにお前さんが偶然いたに過ぎ。だが物はついでだ。草刈り窯を作れたならこの本を渡しておこう。これってもしかして新しい錬金術の本？今のお前さんでは到底作れないようなものばかりだが、草刈り窯のような採取道具について書かれている。新しい道具が増えれば採取だけでなく、例えば岩で塞がれたような道の先にも行けるようになるかもな。新しい場所、新しい冒険。ワクワクしてきた。用も済んだ。私はもう行くぞ。アンペルさん、ありがとう。あれ、そういえば農場に用があるんじゃなかったっけ。まあいっか。ライザ、出かけようぜ。出かけるってどこに？クラウディアの家だよ。場所が分かったんだ。
そうなの？どこどこ？アンペルさんたちの家の近くだとさ、同じように空き家を借りたらしいぜ。旧市街か。あそこら辺空き家が多いもんね。よし、早速行ってみよう。詳しい場所は聞いたし、旧市街に行けばすぐわかるだろう。どうしようかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。これでどうだ。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。よし、立派な斧ができたぞ。これがあれば木を切ったりできるから、新しい木材が手に入るかも。他にも使い道があるかもしれないし、外に出るときは持って行ってみよっと。聞いた話だとこっちの方だったはず。多分ここだよ。すみません、ライダリンシュタートです。クラウディアさんはいますか。おい、いきなりすぎるだろ。これくらいやった方が話も早いでしょ。ライザ？いきなり大声で呼んだりしてごめんね。ライザってマナーとかかなりあれだから。ううん、来てくれて嬉しかったよ。挨拶に来たかったんだけど引っ越しが忙しくて。私たちの方もドタバタしてて遊びに来るの遅れちゃったんだ。
アンペルさんとリラさんから聞いてるよ。みんな自分のやりたいことに打ち込んでるって。まあな、忙しいけど楽しいぜ。充実ってやつ。僕なんかまだわからないことだらけだけどね。アンペルさんたちとは会ってたんだ。うん、近所だし、お父さんの相談役として村に滞在してもらうって。二人も遺跡の調査だったかな。その仕事が終わるまではいてくれるみたい。みんないつかいなくなっちゃうのかな。だとしてもそんなすぐじゃないよ。販路の手続きとか収穫量の調査とかやることも多いし。そっか。そうだよね。じゃあいる間はいっぱい遊ぼう。嬉しいけど、3人ともやることがあるんでしょ。遊んでる暇ってあるの？それはそれ、これはこれだよ。そうそう、暇ってのは見つけたり作ったりするもんさ。変な遠慮すんなって。錬金術だって材料の採取で出かけることも多いし、近場の危なくないとこなら島の案内もしてあげるよ。ありがとう。安全なら外出も許してもらえるかな。あの騒ぎからお父さん少し神経質になってて。あれは実際危なかったしな。俺たちが用心棒として不足なのはまあわかる。ああ、そういえばずっと気になってたんだけど、なんで魔物に出くわすほど森の奥に入ってたの？親父さんもよくいなくなるみたいに言ってたな。なんか訳ありとか。女の子の秘密を気安く聞いたりしない。そんな大げさなことじゃないよ。あ、ただお父さんには。やあ、ようこそ諸君。今日はゆっくりしていってくれ。ああ、こんにちはルベルトさん。お邪魔してます。ねえクラウディア、今度は私の部屋に来ない？そこならいろいろとお話できると思うよ。うん、ありがとう。
やあ！休んじゃおう。ふっふっふ、クラウディア君、我がアトリエにようこそ。それ恒例がなんかなの？ご自慢のアトリエにお招きいただき光栄でございます。錬金術師ライザリン・シュタート様。クラウディアまでノリノリか。それよ、そういう反応が欲しかったのよ。本当男どもはさ。本当に今日は招待してくれてありがとう、ライザ。旅暮らしだとここまでしてくれる友達もいないから。あ、そっか。ここに招待されたからにはクラウディアも正式に俺たちの友達で仲間なんだぜ。何の正式よ。まあでもそういう感じなのはわかるかも。私の友達で仲間。あの、みんな。何クラウディア。そのケース最初に会った時に持ってた？あの時森にいた理由話しておこうと思って。そんなに大した話でもないんだけど。そのケースが理由なの？確か親父さんには秘密だって言いかけてたっけ。うん、中はこれ。これは笛？フルートっていうの。あの日もお父さんに見つからないところまで行ってこっそり練習をしてたんだ。そしたら魔物に襲われたと。なんでそうまでして隠すんだ？親父さん楽器が嫌いなのか？それはちょっと事情があって。いいよ、無理には聞かないから。レントもタオも無神経に触れない。いいわね。わざわざ言わなくても分かってるよ。ああごめんなクラウディア。ううん、私の方こそこうして持ってきてるのに中途半端に隠したりしてごめんなさい。それよりさ、せっかく持ってきてくれたんだからちょっと吹いてみてほしいな。ごめんライザ、まだちょっと恥ずかしいから。今度ね。ああ、そう。無神経はライザの方なんじゃないの？うるさいわね。これからも時々遊びに来ていいかな？言ったろ、仲間だって。いつでも気軽に出入りすりゃいいさ。ここ私の家なんだけど。どうしようかな。
こにしよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうなよ。何を入れるのがいいかな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 。新しいものができちゃいそう。どれにしようかな。これでいいかな。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。少しは成長できたみたい。どこに入れようかな。よし、休んじゃおう。ライザ、ちょっといいかな。お使いを頼みたいのだけど。フレッサの店でヤギ肉を買ってきてほしいんだ。切らしていたことに今気がついてね。お使い？買ってきてくれたらお駄賃を出すよ。やる、やります。フレッサさんの店に行ってヤギ肉を買ってきます。任せたよ。買ったら私のところに持ってきておくれ。先売れねってのはどういうことだ。この声は。やめろ親父、こんなとこで何やってんだよ。うるせえクソガキ、いきなり邪魔しやがって。てめえどっちの味方だ。そういう話じゃないだろ。ちょっとザムエルさん、道端で喧嘩なんて。てめえライザーか。いつそんなでかくなった。前もそんなこと言ってましたよ。じゃなくて、なんで暴れたりしたんですか。過去のクソ店主が俺には先を売れねえと抜かしやがる。俺は客だぞ。金だってあるんだ。街道で魔物をぶっ倒して稼いだ金がよ。なのに、なんで。わかった、わかった。俺が話つけるから先に家に帰っててくれ。チェ、胸くせ悪い。二度と来るかよ、こんな店。すみません、ご迷惑をおかけしました。ライザもすまねえ、嫌なもん見せちまったな。ううん、ザムエルさん相
相変わらずだね。ああ、酒に酔ったら暴れて、酒がなくなればまた暴れて。あれじゃ、母ちゃんが出て行って当然だ。なのに何もできねえ。そんな俺が、俺は、くそ。レント。すまねえ、仲間の前でかっこ悪い。レントの力になれればいいんだけど、今の私じゃ何も。何が、どれがいい。これでいいかな。取引成立だね。取引、お金が、また来、持ってきてくれたか。助かるよ。それでおたちんは？もちろん忘れてないよ。これだけあげよう。これだけ？ただの買い物だし、そんなものだろう。
足りないというならもっと働くことだ。そうだ、村の人の手伝いをしてみてはどうだい？頑張って人の役に立てばきっといいことがある。お金だけではなくて。手伝いか。よっしゃ、やるぜ。あの、ちょっと。やあ！
違うよ。あのさ、そうね、なるほど。
聞け。よし。ところでだね、何？どうしたの？これはすまない。いいや。
そうだな。聞いてくれ。そうだな。違うよ。違うよ。どうした？
どうしようかな。どこに入れようかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。どうしようかな。のアトリエ。Told you it's going to be quick. We're going to call it right now. I'm not so sure if we'll be back on later tonight, but if not, we'll be back on tomorrow night for another round of Atelier Ryza. And the more and more I play this game, the more the alchemy part is actually far more interesting. But that's just my personal opinion. Well, till then, stay safe, stay healthy.